で、この AP プログラムのですね、狙い、これ歴史的にどういうその歴史的な過程を経てこれが出てきたのかって言いますと、当初1950年代の出発時点はどうだったか、エリート大とエリート高校のエリート教育だったんですよ。それはトップクラスの高等学校、先生方お勤めの高等学校でもものすごく能力のある子がいますよね。で、こんなそのトップエリート、いわゆるギフティッドな学生に対して、より向上心をに対して充足さ、満足感を与えるような、そういうプログラムを大学と一緒にやれないかっていうところからこれは始まったんですよ。ですから東部のエリート校とエリート大学の間で始まった。ところが1960年代以降になりますと、この頃になりますと、そろそろ公民権法というか、米国でもやはり人種差別撤廃して恵まれない人たちに対するいろんな社会政策を展開しなきゃいけないっていう、そういう社会的背景もあって、このトップエリートだけを相手にしてるっていうことじゃなくて、恵まれない子どもの支援をするというところに目標の一つのポイントを置き始めた。少し対象を拡大していった。そして1980年代以降は連邦州、いわゆる公権力の側、これは民間の非営利組織が勝手に全米的に広めとった組織ですよね。それをに対して連邦州が積極的支援するようになった。支援するようになった。だから米国はもともとやっぱり民がいろいろやって、行政がそれに介入するってことは非常に嫌いますよね。だいたい行政のやること、国のやること、政府のやることはろくでもないことだっていうふうに考えているのがアメリカ人でありますから、最初から国が率先してやるってことはしない。でもいいものだ、これが一種のスタンダードになってきたら、それを積極的に教育政策の一環として取り入れて、連邦とか州がそれを支援していく、拡大していくっていうことを始めたわけです。で、州によっては州内高校に AP コースを義務付けている、そういうところも出てきているようになってきております。それからじゃあ AP プログラムのね、メリット、ここが大事なポイントなんです。メリットがなきゃみんな受けないですよ。こんなコース受けに行かないですよ。で、受講者にとりましてはアドミッションに有利、いわゆる大学入学判定に、あ、この子は AP コースを取っていた、試験を受けてなくても取っていたということは、アドミッションオフィサーにとってはですね、これは優秀な子だ、この子は大学へ来て一生懸命やるだろうという一つの、これは判断基準になる。ですから大学入学判定にとって AP コースを取っていることは極めて有利になる。二つ目は大学入学後のプレイスメント、プレイスメント、これは自分はどのコースから始めたらいいか、どのレベルから授業を取っていったらいいか、で、これの目安になる。で、米国は単位ごとに授業料を払うという形の授業料設定になっているところが多いと思います。ですから、自分はどのコース、好きないろんなコースあるけど、どこから取っていったらいいかっていう、その目安になるだろう。ですからもう自分はAP コースでこの段階のレベルは取ってたら、じゃあその上のステップから始めたらいいという一つの目安がはっきり分かってくるということですね。で、3つ目は大学のクレジット、いわゆる単位として認定されるということは極めて大きいです。ですから卒業単位として組み込めるんだったら、新たにこれ授業料払ってその単位を認定してもらう必要がないですから、節約ができるということになりますよね。これ非常に受講生にとってはメリットが大きいわけです。じゃあ大学にとってはどうか。これね、コンカレントプログラム、デュアルエンゲージメントですね、エンロールメントですね、デュアルエンロールメント、デュアルクレジットの方ですね、これなんか特にそうなんですけれども、青たがり、分かりますか？入学者を早くやっぱり囲っておかなあかん。できるだけ早く受験、入学者を確保するということにとっては、極めてこれは有効な手立てになるだろうと。それから私たちもそうでありますけれども、あれもやらなあかん、これもやらなあかん、今時の大学の教員というのはもう本当にものすごく大変です。
高等学校の先生方はどうでしょうかね、イメージとしては自分たちは忙しいけど大学の先生は割と自由に時間があるんじゃないかと思ってらっしゃいませんか。それは間違いですよ。その認識も改めて変えてください。私たちがね、大学の教員になぜ憧れたか、ね、もう40年近く前、ね、私の年でした、40年前近く前ですわ。あの指導教官のね、ライフスタイル見てたらええなと思ったんですわ。週に2回しか授業しはれへん、タバコ吸いながらゼミをやる、紅茶飲みながらゼミをやる、そしてあのさっさと帰らはる、これほど楽で長生きできる商売ないなと。それに憧れて大学の先生になってみたところが、自分が指導教官の恩師と同じ世代になりますと、もう世の中は全部ひっくり返っていた。学生さんとの関係は気ぃつけないかん、ね、すぐ赤腹やって言われるし、ね、でもう あれもやれこれもやれって言ってね、もう評価をせなあかんと、いろんなことで非常に大変であります。米国の大学の先生もものすごい忙しい、だから細かなことまでやってられへんわけですよ。ということは高等学校である程度大学の教育授業っていう、あのライフスタイル、大学での学生生活はどんなものかっていう、その移行措置をちゃんとやっといてもらわんと、最初から初年次教育やって、私も理事法やっておりました時に初年次教育を担当で、全学の担当で、まあもう4月の初めはもう土日返上でプログラムをやっておりましたけれども、大学生になっても高等学校とはこれが違う、こんなことしたあかん、あんなことしたあかん、真面目に4年間暮らしてくれ、問題起こすなって、このことばっかりを言うとおりました。非常にこの移行措置に苦労なさる、だから高等学校の協力を得てそれをやってもらうっていうことです。それからね、これはね、私は多分これが一番大きいと思うんですけどね、大学経営の財政的な問題なんですわ。で、一番最初私理事補になりました時、8年前ですね、松本総長の一番最初の時に理事補になりました翌年に、あ、理事補になる直前か、直前に、松本総長当時副学長をしてられた時に、米国の大学の財務戦略調査行ってくれって言われて、私はイギリス行くいうのにアメリカ行ってこいっていう話になって、ボストンへ行きました。ボストンカレッジ と、マサチューセッツ州立大学の調査参りました。でその時に州立大学はどんな状態になってるか、まさに京都大学と一緒ですわ。州からの補助金がもう削られて削られて、ニッチもサッチもいかん状態になってきて、やっぱりそう、あの松本さんよく知ってましたね。だからそ のどなして生き残ってるかノウハウを見てこいっていう話だったんですね。でその時に州からの補助金がものすごい急激にカットされて厳しい状態になってきて、その時にやってられたのが、いわゆるあのファンド作る、いわゆる基金作って、寄付基金です。先ほどもお願いいたしましたけども、あれもそのアメリカのマネを今京大やってるわけでありまして、ああいうお金を作って大学のマネージをするってことをやっている、ものすごい寄付金、ハーバードはすごいのお金持ってますね。その利息だけでかなりの部分の大学の運営費に当ててると、こういう構図になってるわけですよ今ね。 ですから非常に経営的なリソースがシビアな状態になってきておりますので、どうするか、全ての事業をフルで抱え込んでおくことはできない。先生方雇ってフルスペックで大学教育提供できへん。どっから削るか、どっから削るか。やっぱり皆さんどうですか、学生さん、京都大学の教養教育がええから京大入りたいという人いてますか。いてませんやろ。やっぱり京大の教育、西岡先生の授業を受けたい、石井先生の授業を受けたい、服部先生の授業を受けたい、ね、山名先生の授業を受けたい、それでみんな来るわけないですか。教養教育がええから入るなんていうやつまあおりませんで、こんなもんなんで受けんなんねっていうぐらいが関の山ですわ。米国でも多分同じですわ。じゃあどちらかを切らなきゃいけない言ったら、どっちの方を切りますか。教養教育の方じゃないですか。じゃあ教養教育のは大体どんな時期にやってるかで、1、2年の基礎的な部分でやってるところの事業じゃないですか。大学がそれをフルスペックで抱え込むんじゃなくて、そこの部分は高等学校にやらせたらいい。その分助かるじゃないですか、経営的に。おそらくそれを考えてると私は睨んでます。今度ね、調査に行こうと思って科研申請したんですがアウトだったんですよね。ですから金がないからこの1年は行けませんけれども、その
ことをちょっとやっぱり仮説を私ちょっとね確かめに行きたいと思って、これだけ AP8 割まで認定してるっていうのは大学経営の合理化、高等学校の方へそれをやっぱりやってもらう、教養教育をやってもらうということは、皆さんいいですか、高等学校の方は新たなマーケットが広がる可能性があるんですよ。よろしいですか、これはちゃんと認識して帰ってください。儲け口があるんですよ、生き残りの道があるんですよ、わかりますか。米国は多分その仕掛けになってるんじゃないかと私睨んでるんですわ。あの経営状態の厳しさから言ったらそうせざるを得ないんですよ。そこに AP の意義があるわけです。なのに日本の私立大学、国立大学だっていずれ厳しくなります。今うちの執行部オロオロしてますよ。運営費交付金の縮減がかなり厳しくなってきてます。そして成果連動型になってる。でとりわけ京都大学のような世界と勝負する大学は一般の大学よりも厳しく減額されるんですわ。普通は応援すると思うのに逆に金召し上げるわけですよね。そんな時代になってきてどうして生き残りますか。合理化していくんだったら手の回らないところは誰かにやってもらうしか手がないんです。だからそこでなんでこんな申し付けるんじゃなくて、我々の新しいマーケットが開かれるんだって気持ちを持ってほしいんですわ。で私はもしね、そのうちに消えてなくなりますけども、まだまだ今いらっしゃる准教授でいらっしゃる先生方は長く京都大学におられるはずですから、そのうちに私の考えている仕組みが出来上がっている可能性はあると思いますけれども、先生方と京都大学とのコラボレーションプログラムみたいなのが AP プログラム、コンカレントプログラム、デュアルエンロールメントというのはできているかもしれません。でそこに皆さんの今度新しく考えていただくような道があるんですよ。それを考えていただかなくてはいけません。皆さんでないとできない仕掛けですよ。でこれがね、高校生に対して教養クラスの授業をやる場合にね、大学の教員が行ってどれだけ効果的な授業できますか。で高等学校の先生方がやられる意義っていうのは、高等学校で仕事してらっしゃって高校生を取り巻くいろんな環境を全部把握してらっしゃるわけですね。高校生のものの考え方、進め方、生活スタイル全部踏まえてらっしゃる方にやっていただくのが、私は高等学校で AP やる場合は極めて有効だと思います。大学の教員がやったって、大学生相手の同じつもりでやったって絶対これは通用しません。そこに一つのやりがい、生きがいというのが多分私は出てくるんだと思います。